Steve Garvis. Thank you.
というかそのねあれあれやに来るのが私はラストでした。登場した瞬間からね皆さん黄色サイリウム1位、嬉しい黄色サイリウム。あのさちょっとびっくりしてさ、私ってこれあのスティームガン出てきた瞬間、はい、あれそういえば私黄色担当だったっけ、だから嬉しかった、それぐらい嬉しかったということです。めちゃくちゃ綺麗でね、でもレナちゃんは結構あれあれあれライブして長いと思うんですけど、本当に本当に
ストということで、はい、何かね、一言ファンの皆さんに向けてね、なんかメッセージでも、メッセージありますでしょうか、ぜひね。わわ、なんかなんか大丈夫で、なんかできた。これさ、これ言っていいですか？この画像、私だけポーズ違うんですね。あの、懐かしい。すごい懐かしい。ちょっと上映会する？じゃあ見る？すごい。わ、懐かしい。で、これなんだ？これは、あの、アレアガールズに加入した時のです。あー、こんな感じですね。こういう風にしたの。すごい。そう、懐かしい。全然、うわ、懐かしい、うわ、懐かしい、うわ、なんかそう、あれやで、こういうトークとかあったんですよ、バラエティ番組とかが、それが、うわ、楽しい、うわ、楽しいってちゃった。うわ、もうやばい、エゴいメンバーばっかりじゃない、やばくない？待って、ちょっとずっと見てたい。これ初めての取材でした、あれやで、さっきのは。そう、これ、そうですね、そう、本当にあれやで、私長くて、3、4年ぐらい、これ、こんなに乗ってたの？ここに、こんなに乗ってたの？よくなりましたね。これはあれ、告白。わー、かわいい。めっちゃいいじゃない、人。これも、なんか、本当にバラエティーすごい、あれやであって。喋り方あったよ。あ、そう、これもやった、パッチンって。楽しかった。これ私が子供の時、いいシステムを思った。子供の時やって、うわ懐かしい。そう、ライブライブも行ったよね、アレアガールズで。懐かしい、懐かしい。大人数で行って、のメンツが懐かしいですね。そう、私ラーメンの食レポすごい下手で、本当に下手くそで、もう今でも下手くそなんですけど、本当に美味しいしか言えなくて、もうこれもカレーパン。これ頑張ったの、銀行の取材したの、やばくない？私が、銀行の取材したりとか、そう、激辛のたこ焼き食べさせられたりとか、辛いの食べさせられてますね。本当に。これは今のアレアガールズ。あ、ラーメンやったって、もうラーメン食べたんですよ。すごいよね、曲中にラーメンを食べるって。なかなか、ねなちゃん、わありがとう、わありがとうございます。懐かしい、すごい懐かしい動画ばっかりで、めちゃめちゃ見ちゃった。そうですね、本当に。この間もね、アレアガールズ SD で卒業するときにね、たくさん言ったんですけども、なんかもっと言いたいことあったなっていっぱいあって、あのバラエティ番組とかすごいなんかスタッフさんが考えてくださってて、そう、それで結構なんだろう、面白い、なんか面白いっていうか、なんかバラエティとかもよく分かってきたりとか、そうですね、こういう時こういうすればいいんだっていうのも結構、その取材もさせてもらったりとかね、いろいろ学べて、本当に私は本当最初取材の時、本当に声が小さくてよく怒られてたんですよ。で、なんかもっと声でかくとかって。で、もうなんか、久々にあれやれやで取材になった時、もうレナちゃん成長したねみたいに言われるようになって、全然声大きく喋れるじゃんみたいな。まあ、あの時は猫かぶってたんで。はい、そう。もう、ちゃんとね、姿が出せるようになって、こうやってあれやガールズ、その、アレアガールズとか仮面女子高校生とかスライムガールズでも心を立たせていただいて、本当にもういろんなメンバーと私はここのステージに立ってきて、立川の皆さんにどうやったら楽しんでもらえるかなとか、煽りの仕方とかをこうやって変えてみて、立川の皆さんの目に留まったらいいなっていうのは、いろんなことを考えて、そうですね、そうやってそれでこんなにもね気になってくれるファンも増え、ファンの方も増えて、そう、増えて、そう、劇場に足を運んでくださって、それは本当に嬉しくて、昔はよくそこのね、あれあれあの下でめっちゃビラ配ってたんですよ。多分見たことある人もいると思うんですけど、もうずっとビラ配ってて、その時もいっぱいもらってくれたりとか、優しく声かけてくれたり、暑い時とかだったら本当になんか、本当にいつも来てくれてるおばあさんとかが、なんかもう安いのに頑張ってるの偉いねとか言って、なんか飲み物とかくれたりしてたんですけど、本当にもうそういうのが懐かしいなって思って、本当にたくさんの皆さんは本当に温かいですよ。本当に温かくて、昔ね、私、ここに武器もう一つあって、
なんだっけ、ティッシュペーパーじゃなくて、なんだっけ、トイレットペーパーが、ペーパーが、名前が出たから、ペーパーがとかでね、よくでブシャーってみんなのね、頭にかけてたのに、もう何一つ嫌な顔しないの、みんな。すごく風を浴びてるのに、おーおーみたいな拍手してくれたりとか、本当にすごい本当に助かる皆さん、温かいなと思って、ビラもいっぱいもらったりと、もらってくれたりとか、渋谷でビラ配ったらほとんどあんまもらってくれないです。立川の皆さんほとんどもらってくれるんですよ。本当になんかそういう温かい環境でライブできたことが本当にすごい幸せで、私たちの活動目に留まってくれたのが本当に嬉しくて、で、そうですね、あれあれはちょっとそのコロナ禍の関係もあってライブできない時が結構あったんですけども、それなのにまたライブ見たいなとか毎日いてくれてすごく嬉しかったし、また私はアレアガールズ SD としてね、アレアガールズに帰ってこれてきた、帰ってライブまたしてるのがすごく嬉しいし、またみんなに会えてすごく嬉しいし、でももう私はもう卒業が決まっていて、9月10日に卒業してしまうので、今日はね、アレアガール、アレアレアに、立川アレアレアにね、来るのがラストになっちゃうんですけども、立川の皆さんとこうやって楽しい時間を今まで過ごせてすごく私は幸せでした。ラーメンもいっぱい食べれて幸せでした。本当にもう私がラーメン食べたらその後私のラーメン食べてまねっこしてくれたりとか、もうそういうのがもうみんな可愛いなってずっと見てましたはい、そうですね、もう本当に私はもうアイドルとしてあと少しなんですけども、こうやってその今ラストの外部ライブがあれあれやですごく嬉しいです。あとはほとんどもう劇場のライブしかないので、外部ライブがあれあれやできたことが本当に幸せでした。そうですね、私は皆さん卒業したら何するのって思われてるんですけど、何もあんまり考えてなくて、楽しく過ごせたらいいなと思ってて、もうでもなんかあれやガールズはまだまだ続いていくので、今度どっかでラーメン食べに来れたらいいなって思っております。その時はみんな一緒に沸きましょう。一緒にね。一緒になんか優しく声かけてください、その時は。はい。ちょっと長くなっちゃったんですけども、今日はね、私のラストアレアレアをに来ようって言って来てくださった方、皆さんありがとうございます。ちょっと告知をさせていただくと、9月10日の秋葉原のパンナスで卒業式がありますので、そちらの方もよかったら、ちょっと秋葉はちょっとここから遠いんですけども、来てほしいです。はい、3、4年間とあれあれあでたくさんアイドルができて私は幸せでした。皆さんありがとうございました。懐かしいメンバーがいっぱいいました、ね、はい、すごく楽しかったです。私はこれ私が締める感じ。まなちゃん、まなちゃんもうあの本当にもう大なんか頑張ってね MC。 頑張ります。レナちゃんが抜けますからね。青いタントね、レナちゃんも抜けちゃいますから。ミカさん頑張ってください。頑張ります。あなた一番先輩だから。できない。できるよ、エリエちゃんはやってないだけでできるんだから。できるよ。はい、そうですね、改めて本日は皆さんお越しくださりありがとうございました。ゆりえちゃんもひまりちゃんもね、卒業が決まっててもうそれ多分ラストあれあれになると思うんですけども、2人とも頑張ってください。頑張ります。はるなちゃんもまなちゃんも目のニューイヤーとして頑張ってください。頑張ります。頑張ります。頑張ってください。はい、今日はお越しくださりありがとうございました。以上、私たちチームガールズでした。ありがとうございました。初めて見たよって方もしかしたらいるかな。いたらこの後物販が始まって新品会っていうものがね、1枚無料で撮れるので、よかったらお越しください。今日撮った写真はハッシュタグあれあれやでつぶやいてね。待ってます。